ヘッドジャパンの山田拓也です。今回はちょっとこのスーパーシェイプアイスピードをちょっとご紹介したいと思います。昨年から大きくちょっと乗り味が、変わりました。昨年からグラフィンという素材を使って、板を構成しています。グラフィンは非常にこう軽い素材になってますので、スキーの操作性ですね、スイングをスキーのこういうスイングですとか、縦のこういったこう角付け、この辺の足元の操作が非常にこうしやすくなっています。またグラフィンは軽いんですが非常に強度がある素材になります。で、スキーのセンターが強度を増したことでちょっとこう薄くして、スキーのセンター自体はたわみやすくさせています。スキーのセンターを薄くした分だけ今度はトップとテール側の厚みを持たせたことで、雪面へのグリップ力というところを、非常にこう高めていったバランスになっています。スーパーシェイプスピードですので、非常にこう操作性を重視したスキーになりますけども、スピードを上げたりですとか、硬いバーンでの安定感というところの精度も高まっています。タイプとしてはこれから検定会またはプライズテストを目標にしている方には非常にこう合ったスキーなのかなと思います。また技術戦大会に向けて取り組んでいる方も体重の軽い方もしくは筋力がさほどない方にもショートターンまたはロングターンでも使えるオールラウンドタイプになっています。